熱烈な人種差別主義者であり、ネオナチ組織のリーダーを務める若きカリスマとその家族を襲った悲劇。今日解説するのは貧困や人種差別など、アメリカという国の抱える負の歴史を一本の映画にギュッと凝縮したアメリカンヒストリー X。殺人の罪を犯し刑務所に入ったレイシストが心を入れ替え過去との決別を誓うという話で、言わずと知れた演技派俳優エドワード・ノートンとターミネーター2でおなじみの美少年エドワード・ファーロングの共演が話題になった作品でもあります。この動画では作品の題材となったネオナチやユダヤ人差別の理由、そして本作のメインテーマでもあるアメリカ社会の闇など他のハリウッド映画を見る際にも役立つ知識をシェアしていきます。ぜひ最後まで見ていってください。まずはあらすじから簡単に紹介しておきます。物語の舞台はカリフォルニアのベニスビーチ。ここでは人種間の対立が激しく、昔から住んでいた白人と近年になってその数と勢力を増し始めている黒人、そしてその他アジア系やヒスパニックなど多種多様な人種の人々が集まる街でした。主人公のデレクは非白人のならず者に父親を殺されたという過去を持ち、その経緯から白人以外のあらゆる人種に反発し、町の優位を自分たち白人の手へ取り戻すべく、人種差別的思想をその教義とするネオナチ組織を設立します。日増しに過激な行為をエスカレートさせていった彼はついに黒人のギャングを殺害し刑務所へ入ることに。そこで彼が町を離れている間に白人たちはデレクを神のように崇拝、実の弟までもが彼をヒーローとして崇めるようになっていました。ところが3年後、帰ってきたデレクは完全に別人と化していました。人種的偏見をきれいさっぱり洗い落とし、過去との決別を誓った彼。しかし過去、すなわち自身の積み上げてきた負の行いは彼を捉えて離しません。刑務所内でデレクに一体何があったのか、そして出所後の彼を待つ悲劇とは。以上が本作のあらすじです。では作品の第一のテーマであるレイシズムについていきなり触れていきます。というのもこの映画は人種間の対立という移民国家アメリカの抱える最大の問題を正面から扱っているという点を無視してしまうと、ただのよくできた胸クソ悪い映画だなという印象止まりになってしまいます。冒頭からエドワード・ファーロング演じるいかにも純粋無垢な雰囲気の少年がヒトラーの我が闘争を読書感想文として提出し、退学を言い渡されるという衝撃的な幕開け。この冒頭からもわかるようにこれは波の映画ではありません。そして校長先生に呼び出された彼が、退学になりたくないなら兄デレクがネオナチ組織を設立し、そして投獄されるに至った経緯をレポートにまとめてこいと指示を受けます。その課題のタイトルこそがアメリカンヒストリー X。 そしてそれは当然ながら朝顔の観察日記というわけにはいきません。元は善良で真面目な青年だったはずが、ネオナチ組織のリーダーを務め、そして敵対するギャングを惨殺するほどに闇落ちしてしまった兄デレクの半生を見つめることでアメリカの負の歴史について学んでこいという意図なんですね。本作はアメリカの歴史なんて銘打ったこの大仰なタイトルに一切見劣りしない、事実アメリカ社会の闇が詰まった作品になっているので、その闇の正体をどれだけ理解しているかで見方面白さは全くもって変わってきます。さて作品の序盤でまず目を引くのは残酷非道な殺人シーン。深夜デレクの自宅に黒人ギャングの構成員が押し入ってきます。そこでデレクは彼らのうちの一人を躊躇なく銃殺、そして逃げあぐねた一人をうつ伏せにし、アスファルト沿いの縁石をかませた上で、その首の上に思い切りかかとを振り落とすという R 指定の残虐映画でさえなかなかお目にかかれない衝撃的な方法で殺害。一体何が彼にそこまでさせたのでしょうか。まず家族や恋人への人間的な接し方を見れば明らかな通り、デレクはサイコパスでも精神を病んでいるのでもありません。ただ凄まじく怒っているんです。思春期に父親を非白人のゴロツキに殺されたことで彼らの存在を憎むようになったデレク。しかしその時点での彼は父親を殺された恨みつらみをどこにぶつければいいかまだ分かっていませんでした。そこで町の裏の支配者である白人至上主義者の男が、デレクが生来持つ頭の良さとカリスマ性に目をつけ、彼を町の白人たちのリーダーに仕立て上げます。それによりデレクの怒りはよりその密度を増してしまいました。何しろ過激なレイシスト組織のトップですからね。非白人への怒りは誰よりも強くなくてはなりません。つまり彼は元から人種差別的思想に燃えていたわけではなく、身内を殺されたことへの怒りに巧みにつけ込まれたんです。そうして利用された怒りは白人以外のあらゆる人間を町から排除すべきという極めて偏狂な思想へと潤化され、組織での過激な活動につながります。デレクという男はもともと頭が切れ、とりわけ言語センスに秀でていたことから、町の落ちこぼれをひとところに集め、彼らに演説を聞かせることで組織を強大化していきました。このデレクの行動が何を模範としているかわかりますか？勘のいい方なら気づいたでしょう。そうです、ヒトラーですね。ではここで少し歴史を振り返っておきます。皆さんはヒトラーという歴史上類を見ないほどに残虐な思想を持つならず者が、なぜドイツ国民の信頼を勝ち得たかご存知でしょうか？人々の自尊心を刺激すること、そして共通の敵を作ること、その2つを徹底して行ったからです。
むしろその2つを徹底したこと以外に、このちょびひげが国民のリーダーとなり得た理由はありません。第一次大戦の敗北によって理不尽な条約を押し付けられ、民族としての誇りを完全に失っていたドイツ国民の心をヒトラーという男は誰よりも理解していました。絶対に勝てると踏んでいた戦争に負けた上、法外な賠償金を課されたことで国は破産状態。結果、明日の生活さえままならないという窮状に陥った国民の心をよく理解していたんです。そこで彼は国民に向けこんなことを声高に口にします。我らゲルマン人こそが至上の人種であり、最も栄えるべき民族である。自信を喪失していた人々の心に、その力強い言葉は風のない水面へ落とした丸石のごとくに大きな波紋をもたらしました。人というのは論理ではなく感情で動く生き物。税金がどうとか年金がどうとか社会保障がどうだとか、そんなことは本質的にはどうだっていいんです。彼がそのスピーチに込めたメッセージはただ一つ、俺たちこそが一番なんだぞと。このように人々が本当に聞きたいと願っていた言葉を聞かせたのがヒトラーという男だったんですね。そこへさらにユダヤ人という最も分かりやすい敵を作り、共通の敵としての彼らを国民に強烈に意識させることでさらなる団結を図りました。それがヒトラーのやったことですが、これはそのままデレクに重なります。黒人に町の優位を奪われ、アジア人やメキシコ人には職を追われ、町での居場所をなくしつつあった白人の若者たちの声をデレクは巧みに代弁したんです。胸にはハーケンクロイツの入れ墨、部屋にはナチの記章やヒトラーの写真を飾る彼、意識していないはずはありませんよね。その上さらにヒトラーと重なるのが、デレクが力いっぱい繰り出す言葉はその聞き手として見据えた相手以外には全くのナンセンスであるということ。黒人に町の優位を奪われつつある現状を憂い、そして国境の南からやってきたヒスパニックや海を越えてやってきたアジア人に仕事を奪われつつある事実を真剣にまくし立てる彼ですが、その言葉は社会の底辺層で挫折感を味わっている落ちこぼれの白人以外には全く響きませんでした。事実、作中では大勢の人から白い目で見られているんです。のみならず、彼の持つレイシズム的思想のおかげで、母親は再婚を願っていたユダヤ系の男性と破局、そして家庭は崩壊寸前の状態でした。デレク元ヒトラーがその弁舌によって洗脳できる相手は極めて限定的だったんですね。だからこそその限られた相手には強烈な効力を発揮したわけなんですが、かつてのアメリカの大統領リンカーンの言葉にこんなものがありました。大勢の人間を短期間騙すことはできる。少数の人間を長期間騙すこともできる。しかし大勢の人間を長期間騙すことはできない。そしてデレクの信奉するヒトラーの言葉にはこんなものがあります。プロパガンダというのは最も知的水準の低い人間を基準としたものでなければならない。アメリカの歴史を作った男とデレクという人間を作った男、彼らの言葉を頭の片隅に入れておくと、デレクの言動やそれがもたらした影響について理解する助けになるはずです。では何がデレクを変えたのでしょうか。皆さんと一緒にストーリーを追いながら解説していきます。黒人のギャングを殺害したデレクは3年の刑期を言い渡され刑務所に入ります。そこで彼を待っていたのは自らが差別してきた相手である黒人やメキシコ人たちでした。人種間の対立の激しさは町の比ではなく、そこでは数の上で黒人が圧倒的な力を持っていました。刑務所内の仕事として洗濯係を割り当てられたデレクは黒人の青年をパートナーに持ちます。いつも通り彼に躊躇なく軽蔑の目を向けるデレクでしたが、青年は全く気にせず、気をつけろよ、ここではあんたらがニガーだと忠告を与えるほど。そしてデレクは自らの主義主張にのっとり白人グループの仲間入りをするも、彼の過激な思想は仲間内でも浮くようになり、次第にグループと距離を置くようになっていきます。そうして生まれた心の隙間に入り込んだのがあの洗濯係の黒人でした。閉鎖的な空間で同じ時を分かつうち、彼と友人になったデレクは次第にその他の黒人やメキシコ人などかつて蔑んでいた人々にも心を開くようになっていました。しかしその改心が白人グループの恨みを買い、デレクは彼らによって集団で暴行、強姦されてしまいます。それが契機となり白人グループから離脱、自らを守ってくれる仲間を亡くした彼は刑務所内の誰からも襲われうる存在となります。ところが待てど暮らせろ何も起こりません。周囲からの殺意は感じるものの、誰からも危害を加えられることのないまま月日は経過します。そして契機を終え出所する日になってようやく知るんです。あの洗濯係の友人がデレクに手を出さないよう黒人グループに口添えをしてくれていたという事実に。そして黒人の彼は別れ際、去っていくデレクの背中に向けてこう口にします。もうブラザーをいじめんじゃねえぞ。人には誰かから受けた恩を返したくなる本能が備わっています。あなたが受け取る愛の量はあなたが与える愛の量と同じとビートルズは歌っていましたが、誰かから受け取る愛の量がその人個人には返しきれないほど大きいとき、その気持ちはその人によって象徴される大勢の人間に向かうもの、すなわち本当の意味での優しさに触れたとき、人はその人のみならずその人のような人を皆に優しくする気持ちを知るんです。
例えば僕個人の例で言うと、僕はおじいちゃんとおばあちゃんにものすごく優しくされて育ちました。そのおかげで自分の祖父母だけでなく、お年寄りの方々皆に優しく接する気持ちが自然と身についたように思います。デレクを変えたのもそういった感情だったのではないでしょうか。黒人の彼に文字通り命を救われたことで、彼によって代表される人種的マイノリティに対する寛容さが自分でも気づかぬうちに芽生えていったのでしょう。そうなると、それまで自分が行ってきた非人道的な行いを反省するようにさえなったのも当然の成り行きでした。そして服役中のデレクの元をかつての恩師が訪ねてき、こんな言葉を投げかけます。 Has anything you've damaged your life back? 揺れていたデレクの心にこれが会心の一撃となりました。字幕では怒りは君を幸せにしたかとなっていましたが、文字通りにはこれまでしてきたことで君の人生が帰ってきたかという問いかけ、父親を失ったことへの喪失感、そして怒りを父親を殺した非白人の人間たちにぶつけてきたデレクを戒めるために放たれた言葉ですが、この場面以外でも通じる非常に深いセリフです。なお終盤で明らかにされるのですが、殺されたデレクの父親というのが筋金入りの差別主義者でした。それもデレクやその弟ダニーのように思春期特有の生半可な思い入れから生まれた感情ではなく、白人が黒人を奴隷として以来南部アメリカに根強く残っていた集団的な差別意識を父親は受け継いでいました。ここに本作のテーマがあるんです。人を差別する感情というのは必ず次の世代に受け継がれ、そして世代を経るごとにその密度を増していく、それこそがアメリカの歴史なんだとこの映画はほのめかしているんです。ではここで本作のラストシーンを紹介して、そこに込められた意味について解説していきます。刑務所内での友人との関わりにより洗脳を解かれたデレクは、自分の作った組織とそこに属する無軌道な若者たちに心底嫌気がさすようになっていました。しかし時計の針は戻せません。組織はさらに強大化し、弟ダニーもレイシズムに毒され、組織内での活動にのめり込んでいました。そこで自らの命を顧みず、弟を連れて組織の脱退を果たしたデレクは、過去の過ちを注ぐべく家族の絆を取り戻します。しかしそんな彼を待っていたのは悲劇的な結末でした。敵対する黒人ギャングの構成員が銃を持ってダニーの元へ行き、2発の銃弾で彼を射殺。それは3年前のあの車泥棒の一件で仲間を無残に殺されたことへの彼らの怒り、ひいてはかつてのデレク自身が煽ってしまった人種間の対立、それが巡り巡って弟ダニーの命を奪ったのです。デレクの蒔いた種が最も悲惨な形で実を結んでしまった、そういうラストなんです。今作のこの象徴的なラストシーンには、ナチズムあるいはレイシズムを信奉した人間の末路が示唆されているのだと僕は解釈しています。ヒトラーによって扇動されたドイツが戦後どのような道をたどったか皆さんはご存知のはずです。奇跡的な復興を遂げたんですね。しかしそこには決して触れてはならない闇が残されていました。そうです、かつてユダヤ人を差別の末に虐殺し、そして戦争を引き起こしてしまったのが自分たちであるという責任、彼らはその責任をヒトラーとその他ナチ党の支持者たちに丸々押し付けることでドイツ国民に罪はないとしました。戦勝国もその論理を受け入れ積極的に支援をしました。それで今のドイツがあるんです。このあたりの話はドイツ現代史の正しい見方とヒトラーとは何かという僕の好きなセバスチャン・ハフナーという歴史家の本に書かれています。そこで映画の話に立ち返ってみると、現実はそんなに甘くないぞと言っているかのようです。誰かに責任を押し付けて自分たちは知らんぷりなんて甘い話はなく、アメリカの歴史では誰かがツケを払わされてきたんだぞと言ってるかのよう。しかもその責任を負うのは次の世代、作中で人種主義者の父親からデレクへ、そして弟ダニーへとその意思が受け継がれ、結果最終的に報いを受けたのがダニーであったことからもわかるように、膨らんだ差別感情は必ずどこかで悲劇を呼ぶんです。それは今日じゃないし明日でもない、あなた自身でもない。でもいつかあなたの子や孫がそのツケを払わされるとしたらどうでしょう。それでもあなたは差別を続けますか。そういう問いかけが本作のラストには含まれているように思えてなりません。本作と直接の関係はありませんが、19世紀のフランスの作家シャトーブリアンの言葉にこんなものがあります。人は一つの性を生きるのではない、多くの端から端まで置かれた性を生きるのであり、それこそが人生の悲劇なのだ。ほとんどの場合、守備一貫した性というのは存在しません。小さなステージが幾重にも重なってできているのが人の生涯というもの。そのため各々のステージごとにその人の言動や主義主張が著しく異なっているなんてことはザラです。ところがデレクの場合、前のステージであまりに多くの人を傷つけ虐げてしまったために、その見返りがたとえ彼自身は改心し次に進んでいようとも、3年の月日を経た後、彼の大切な人に向けて帰ってきてしまいました。多くの端から端まで置かれた性を生きることが人生の悲劇なのだというのは実に言い得て妙ですよね。もしデレクが改心することなく前と同じ端から端を生き続けていたら、少なくともダニーが殺されることはなかったかもしれません。しかしもしそのような性を選択していたら、後々もっと大きな悲劇を呼んでいたことは間違いないでしょう。
すなわち人間というものがそもそも一つの一貫した性を生きられない存在である以上、別のステージに進んだもの、そして取り残されたもの、その両者を待っているのはどう転んでも悲劇なんです。では本作のテーマであるネオナチについてここで深掘りしておきます。作中中盤でこの映画を鮮烈に印象付けるシーンがありました。エリオット・グールド演じるいかにも善意の男といった雰囲気の紳士が母親の恋人として家にやってきた際、デレクが偽善者のユダヤ人め、これが見えるか、うちには来るなってことだと叫びながら自らの胸に刻んだハーケン・クロイツの入れ墨を見せつけるシーン。それを聞いたユダヤ人の彼は言葉を失い、 He's gone、 彼は狂ってるとだけ口にし、一家との関係を絶ってしまいます。この入れ墨に象徴されるように、デレクの作った組織はネオナチであり、ヒトラーを神のように崇める集団。ここで崇拝の対象がなぜヒトラーなのか皆さんは分かりますか？ヒトラーというとユダヤ人差別とホロコーストを進めた独裁者というイメージが一般的かもしれませんが、それだけだと不十分で、むしろ彼がその思想の中心に据えていたのは優生学なんです。優生学というのはヨーロッパ系の白人が最も優れた人種であり、生まれながらにその他の人種に勝っているのだと主張する学問のこと。ナチの進めたホロコーストの影響で二次大戦以降は廃れ、今ではほとんど忘れ去られつつある学問ですが、大戦前は科学の確固たる一分野として白人たちの間で広く一般的に信じられていました。そしてこの思想を最も大々的かつ先鋭的に喧伝したのがヒトラーだったんですね。その彼を崇め、白人至上主義に代表される極右的なイデオロギーを持つ過激集団のことをネオナチというんです。ただここで一つ注意なのが、優生学というのはヒトラーが生み出した思想では決してないということ。元はといえばイギリスで生まれ、アメリカで隆盛を極めた後ドイツに輸入された思想です。1920年代のニューヨークを舞台にしたグレート・ギャツビーという小説に、優生学を信奉する白人の男が食事の席で特有の人種論で超高絶をぶって皆をうんざりさせるという、なんだかアメリカンヒストリー X の一場面を想起させるようなシーンがありました。そういった風景は二次大戦前のアメリカでは特に珍しいものではなかったんですね。ナチスの台頭前、この優生学が特に力を持っていたのが、人種間の対立が世界で最も激しい国であるアメリカだという事実を忘れてはいけません。アメリカンヒストリーという言葉がわざわざタイトルになっている理由がじわじわと染み込んできませんか？ではここでもう一歩踏み込んで、なぜユダヤ人は差別されるのかという少しセンシティブな問題にも触れておきます。それを理解しておくと、この映画のみならずその他のアメリカ映画を鑑賞する際にも助けになるはずです。そもそもユダヤ人というのは特殊な呼び方ですよね。主権国家という概念が一般的な現代において、普通〇〇人というと大抵は国籍のことを指します。しかしユダヤ人はアメリカ人でありながらユダヤ人、ドイツ人でありユダヤ人というふうに国籍とは別に民族の名前で言及されます。これが例えば日本人であり京都人、津軽人というように生まれや住む地域によって言及されるならまだしも、どこの社会に属していようとも常に民族名で言及される。そう考えるとユダヤ人というのがいささか特別視された存在であることがわかりますよね。そして白人という言葉を使う際、ユダヤ人がそこに含まれるかどうかというのはかなり微妙な問題です。実は歴史的な観点から見れば、ユダヤ人は白人とは別の人種です。今現在彼らの多くが住んでいる土地を思い出してください。イスラエル、中東ですよね。そこに起源を持つ彼らは、元をたどればヨーロッパ系の白人とは明らかに別のルーツを持っています。それが固有の土地を持たず各地を転々としてきた民族的背景により、他人種との混血が繰り返された結果、ユダヤ人の中には白人と区別のつかない人が多くなっているんです。典型的なユダヤ人のイメージだと、戦場のピアニストで主演したエイドリアン・ブロディ、卒業やマラソンマンのダスティン・ホフマン、そして映画監督のウディ・アレンや小説家のポール・オースターのような黒髪に黒目あるいは茶色の瞳という、どちらかというとアジア人に近い特徴を持っている人が多いです。ですが実際には先に話したような理由から、金髪に青目のユダヤ人も当然ながらいるため、見た目すなわち人種上の特徴だけでその人がユダヤ人かどうかを判断することはできません。むしろ人種的な特徴よりも、その人の親がユダヤ教の信者であることがユダヤ人であることの定義だとする考え方が一般的です。ちなみにアメリカンヒストリー X の作中では、デレクはユダヤ人を明確に白人以外の人種として敵視していました。そしてユダヤ人差別には長い長い歴史があります。作中でデレクが、黒人は130年前は奴隷だったのに、いつからこんなに増殖したんだという発言をし、それに対しエリオット・グールド演じるユダヤ系の男が、ユダヤ人は5000年も前から差別されてきたと反論するシーンがありました。これは史実に基づく紛れもない事実なんですね。もちろんその時代から話していると動画の尺が1時間くらいになってしまうので、このパートではユダヤ人差別の現代に通ずる部分に限ってお話しします。結論から言うと、ユダヤ人が差別されてきた理由は大きく分けて3つ、先民思想と金融業、それから民衆感情によって押し付けられたスケープゴートとしての役割です。まず古来から続くユダヤ人差別は基本的に民衆感情が優先したものでした。
キリストを卓球にするよう求めたのがユダヤ人だと聖書に書かれていたり、あるいはそもそもキリストを裏切ったのがユダヤ人のユダだったりと、西洋世界における彼らのイメージは最悪でした。なんだか独善的な感情論のようにも聞こえますが、神への信仰が第一だった時代にはキリストを裏切り、そして処刑したのがユダヤ人だというのはかなりの大事だったんですね。加えてユダヤ教の教義は先民思想がその中心に据えられています。これはユダヤ教を信仰する人間だけが世界の終末が訪れた際、その苦難から逃れられるのだとする思想。文化的に無宗教寄りの僕ら日本人からすると少しカルト的な匂いがしますが、むしろその先民思想があったからこそ、苛烈な差別にさらされてもなお強風の中で胸に抱いたろうそくの火を守るように、自分たちはいつか必ず救われる存在なんだと信じて奮い立つことができたのでしょう。このように歴史を通じて西洋世界の圧倒的マジョリティであったキリスト教徒から憎まれる存在であった上、自分たちは特別な民族だと信じて疑わない宗教観、そこにはいわば差別されやすい土壌が整っていたわけです。だからこそ人々、とりわけ異性者にとって不都合な事態が持ち上がったとき、それがユダヤ人の仕業だとスケープゴートとしての役割を押し付けられることになったんです。一例を挙げておくと、ナチスドイツによるユダヤ人差別の根っこには、第一次大戦で負けたのはユダヤ人が裏切ったからだという、俗に言う背後からの一突き説があって、当時はそれが広く信じられていました。それなんかはまさに何の根拠もない、ただスケープゴートとしての役割を押し付けられただけという、彼らの悲運な境遇の表れです。そして金融業という仕事も彼らへの差別を助長することになりました。2008年のリーマンショックで倒産したリーマンブラザーズをはじめ、ゴールドマンサックスやモルガンスタンレーなど、今なお大手として知られる金融会社は、その多くがユダヤ人の作ったものです。事実、金融業というのはもともとユダヤ人に固有の職業だったんですね。彼らユダヤ人は古来から決まった土地を持たず、世界中を渡り歩く存在でした。まあそれ自体が差別を受けて故郷を追われた結果ゆえなのですが、それはさておき、ひとところに居を構える必要のある大半の仕事は彼らには適さず、そこで選ばれたのが金融業でした。為替や両替、金貸しを主とする金融業はトルコアイスを売るわけではないので、実地の店舗というのは必要ありません。為政者の勝手な都合によって木の実木のままで住処を追われるリスクが常に目と鼻の先にあったユダヤ人にとって、金融業というのは数少ない選択肢の中から選びうる最も妥当な職業だったわけです。ところがお金にまつわる仕事はキリスト教世界では汚いものとされてきました。金持ちが天国に行くのはラクダが針の穴を通るより難しいという聖書の有名な言葉に表されるように、富を蓄えるだけでも鼻つまみ物扱いされるキリスト教世界において、お金を貸すことでさらにお金を儲けるなどというのは完全にご法度でした。ところに少しでも余裕があるなら教会に寄進しなさいという価値観ですからね。一方、ユダヤ教が聖典とする旧約聖書やタルムードにはそのような規律はありません。生きる上で必須のお金を汚いものとするのは彼らにはない価値観だったんですね。となると教会に寄付もせず、自分たちだけ財を蓄え続ける彼らは自己中心的な主戦道というイメージを持たれることになり、これまたマジョリティから毛嫌いされるようになりました。ロスチャイルドのような大金持ちが世界を裏側から操っているなどというユダヤ人差別に端を発した都市伝説を今でも信じている人がいるくらいですし、しかしこれも結局民衆感情が優先された形なんですよね。当然ながらユダヤ人イコール皆が金持ちなわけではありません。差別や職業制限など数々の障壁を乗り越え莫大な資産を手にできるユダヤ人というのは当然ながら少数派です。ユダヤ人イコールお金持ちというステレオタイプによってこれまた差別が助長されているんですね。以上のことから僕が言いたいのは、ユダヤ人差別を肯定できる正当な理由は聖書の時代ならいざ知らず現代においては何一つないということ。今挙げた3つの理由はどれもそれを理由に差別されてきたという歴史的経緯の話であって、それを理由に差別されてもいいという理屈には決してなり得ません。そのことを念頭に置いた上で、本作でのあの善良なユダヤ人を罵倒するデレクの言葉を思い出してみてください。胸が痛くなりますよね。また前の章で話した通り、人の持つ差別感情というのは世代を経るごとに強まってしまうもの。誰かがどこかでその鎖を断ち切らなければならないんです。それを真っ向から意識させるテーマ設定であることを考えると、本作をただの胸くそ悪い映画として軽く扱うことはできないはずです。では動画も終盤に近づいているので、ここで本作に主演したエドワード・ノートンの魅力についてお話しします。僕がサイコホラーというジャンルにハマり始めた一番最初の時期に見たレッドドラゴンという映画に出ていたのを機に、彼の作品に深くのめり込んだことがあって、今でも大好きな俳優さんです。彼を特徴づけるのは1にも2にも演技の幅広さ。デストムーチや僕たちのアナバナナで演じたような邪神の入り込む余地のない湧き水のようにピュアな若者を演じることもあれば、その一方で本作アメリカンヒストリー X や25時のように一癖も二癖もある訳ありのゴロつき。それから特に彼を特徴づけるのがミニミニ大作戦で演じたような IQ の高いスマートな犯罪者という役。学生時代はイェール大学で歴史学や天文学を学んでいたという経歴を持つように、彼自身が根っからのインテリなんですね。だからこそでしょうか、IQ の高い悪人という役は最高のハマり役です。さらに特筆すべきなのが二重人格やサイコパスといった異常者の役。
一部の人間が本来的に持つ人格的な表裏をこれほど鮮やかに演じられる俳優さんというのは洋の東西を問わずなかなかいないはず。コーナン合わせ持つというか、ノートン自身がそのキャリアで意識して多様な役を演じ分けてきたのではないかとさえ思えるほど、役の幅広さに定評のある俳優さんなんですね。また彼はその演技力もさることながら、映画の制作におけるこだわりの強さでも知られています。渡された台本が気に入らず、舞台裏で揉めてしまうことが近年では珍しくなく、そのいわば扱いづらさから、ここ数年は出演作の数を落としているのではないかという話もあるくらい。バードマンという2015年にヒットした映画で、舞台俳優として天性の才能を持ち、誰からもその演技力を評価される反面、脚本へ頻繁に口を出す厄介な大御所俳優が出てきます。その役をエドワード・ノートンが演じているんですが、あれはまさしく彼自身を投影した役でした。芸術家気質の強いノートンは演技に妥協できないのと同じくらい脚本の質にも妥協できなかったのでしょう。まあ仮に僕が脚本家だったら、何ヶ月もかけて仕上げた大事な脚本に対してここはこう変えた方がいいみたいに毎日のように求められたら、それはそれでちょっとうんざりして自分で一から書いた上で言ってくれと反論したくなると思うので、制作側の気持ちもわかります。ただその点を考慮しても、僕は彼の時として偏狂なまでのストイックさに魅力を感じます。それほど映画作りに徹底した性格だからこそ、あれほどの演技ができるのだと思えば納得もいきます。ほんの少しだけ脱線しますが、世間には監督や俳優のプライベートの面にスポットを当てて、こんな言動をしているからこの人物は人間的にこういう問題があるなどと書き立てたりする風潮があって、僕はそれが少し気になります。観客やカメラの前で輝くのが俳優、作品作りに才能を発揮するのが映画監督、それ以外の場で何をしようともそれは彼らの私生活に属する部分、スクリーンの外での言動をもとに彼らの作品を評価するなんて絶対にあってはならないことだと思います。生前にはたった1枚しか絵が売れず、世間に見向きもされない孤独から精神を病み、自身の耳を切り落として知り合いの娼婦に送りつけ、そして唯一自分を愛してくれた実の弟を死に追いやった。その事実を知ったらゴッホの絵は下手に見えますか？そんなわけはありません。そもそも芸術家というのは人格的な面で評価されるべきではないと僕は思っています。生み出した作品が素晴らしければあとは何だっていいんです。作品で語るのが一流なんです。ところで真実の行方という映画をまだ見たことない方がいたらぜひ見てみてください。無名時代のエドワード・ノートンが、一説によるとレオナルド・ディカプリオも参加していたと言われる2000人規模のオーディションを勝ち抜き、二重人格を疑われる殺人鬼という役で狂気のほとばしる怪演を見せています。しかもこのデビュー作でゴールデングローブ賞の助演男優賞を受賞するという異例の出世の早さ。なお現在のノートンは監督としてのキャリアも歩み始めています。現状はまだ作品数が少なく、その手腕をフェアに評価することは難しいため、これからのノートンに期待ですね。彼の出演作で僕が個人的に一番おすすめなのは、ちょっとニッチですがスコアという映画です。この作品でノートンは知的障害を抱えるふりをする詐欺師の役を演じています。知能面に障害のある人物の役を演じるというのは、ある意味演技派俳優の代名詞になっているところがあります。ギルバート・グレイプのディカプリオ、アイアムサムのショーン・ペン、レインマンのダスティン・ホフマン、それからレナードの朝のロバート・デ・ニーロ、そういった名作が多々ある中で一番輝いているのがノートン主演の本作だと僕は思っています。何しろ二重人格の疑われる殺人鬼役でデビューした人ですからね。この映画でも悪の入り込む余地なんてどこにもなさそうに見える善人と根っからの悪人という両極端な二側面を見事に演じ分けています。少し映画の内容に触れておくと、作中で彼が演じるのは知能面にハンデを抱えつつも決して弱音を吐かず、毎日時計のように正確に決まった時刻に仕事をしに来る働き者の倉庫係。そんな彼の一生懸命な姿に感銘を受けたご高齢の紳士が、その倉庫係の青年を実の我が子のように可愛がるんですね。しかし彼の正体は知的障害者などではありません。全ては演技。誰にも疑われずにその会社の内部データを盗み出すため、わざわざ障害者を装い潜入しているという極悪人なんですね。そしていざ仮面を脱ぎして会社のデータを盗もうという段になって、あの老紳士がそれまで可愛がってきた知的障害者だと思っていたその青年と鉢合わせしてしまうんです。正体がバレたことを知ったノートンは彼に銃口を向け、ダニーどうして来ちゃったんだよと悲しげな声でつぶやきます。口をあんぐり開けて驚愕する老紳士の顔と、完全な悪には手しきれなかったノートンの葛藤がこの数秒間に詰まっていて、思い出しただけでも背筋がゾクッとします。お疲れ様でした。解説は以上になります。このアメリカンヒストリー X という映画は、とりわけ脚本とキャラクターの作りが文句なしに素晴らしい作品です。僕は常々思っていることですが、映画の良し悪しを決定づけるのは脚本とキャラクターの2点だと思っています。質の高い物語の上に行き届いた人物描写、それらが揃って初めて名作となりうるというのが僕の考えです。そこで本作ですが、先に挙げた2つの側面どちらのレベルも、これほどの作品には1年に1度出会えたら幸運と言えるくらいの高水準だと思います。むしろしっかりと作られすぎていて、軽い気持ちで見るには向かないレベルでさえありますが、そこがいいんですよね。
実は僕の友人が好きな映画としてアメリカンヒストリー X を2人の別の知人に勧めたところ、2人ともからつまらなかったと言われたと聞いて、本作が大好きな僕としてはそんなバカなと思いこの動画を作りました。解説パートで話したように、本作はナチズムとの関連や人種差別等の歴史を踏まえた上で見ると、真にその醍醐味を理解できるという奥行きのある映画です。そういった要素を知らずしてつまらないと判断してしまうなんてあまりにもったいないという、そんなごく個人的な経緯で作った動画でしたが、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。この映画の魅力が初見ではあまりよくわからなかったよって人も、この動画をきっかけに好きになってくれていると嬉しいです。なお、最近始めた Twitter のアカウントを概要欄に貼っておきます。動画の更新情報や映画の小話、それから生放送の告知なんかもツイートしているので、 Twitter やってる方はぜひフォローしておいてください。次回は知る人ぞ知るサイコパス俳優ロバート・ミッチャム主演の狩人の夜を解説しようと思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。